皆さんこんこにちは金子大一です、えー、舞台はやりたいと思っていたのですごく素直に嬉しかったですあの演出が吉田幸太郎さんと聞いてあの嬉しかったですはい幸太郎さんはもうただただあのすごい人っていう印象があってで以前あのドラマでも映画でも一緒だったんですけどすごい気さくに話しかけてくださって 本当に可愛がってもらってたので今は優しい大先輩というか尊敬する大先輩というか、はい、演出はそうですねなんかもう何も分からないので本当に孝太郎さんに身を委ねるというか孝太郎さんにもあの全部任せろみたいな感じで言ってくださったので本当に一生懸命頑張ろうと思ってます。 初舞台なんですけどあの今までシェイクスピアを見てくださってるファンの人たちにはやっぱりそんなのは関係ないのでやっぱり初めてなんですけどちゃんとしっかり板の上に立って「あのヘンリー8世」という作品をいいものにするために本当に一生懸命あの頑張りたいと思いますヘンリー発生劇場でおお待ちしております。